仙台藩初代藩主伊達政宗である。皆々新年令和3年を迎え、いかに過ごしておるか、息災であるか、無論我ら伊達武将隊は全員元気である。今年も民のそして観光の客人の笑顔を増やすべく精進してまいる所存じゃ。新年を迎え、皆々に朗報がある。まずはこちらをご覧あれ。我が初陣の地丸森町を拠点といたす創作和太鼓集団旅太鼓の浜野殿、千葉殿、よろしくお頼み申す。ということじゃ。曲名に関しては多くの皆から案をいただいた。それを参考にいたし、わしと千葉殿二人で曲名を決めさせてもらった。刀子新月、刀と太鼓、それぞれが己の心の中の月を表すような音力、そして演舞である。よいか、いかなる時代にあっても苦難に負けず強く生きる。そのためにも皆々心に曇りなき月を持て。また披露できる機会を心待ちにいたしておる。新年に際し邪気払いじゃ。世にはびこる悪しき気を曇りなき心で立つ。いや、令和3年も皆と共に前へ、いざ出陣。